どうも、チンポです。今日はね、木曜日新しく手に入った選手使っていこうと思うんだけどね。まずは彼はこれカウパー、あ、間違えた、カスパーシュマイケル。今回のシュマイケルはまず過去最強見て、上から国数 A リーシャ。やばくない？オール確定。とんでもない数値を叩き出してるんですが、いかんせん高さ。もうね、ちょうど東京タワーぐらいなのこれ。あのね、スカイツリークラスを求めている我々は。となってくるとちょっとシュマイケル活躍無理なんじゃないかと思うんですけども、しかし、いつからゴールキーパーが身長だけだと錯覚していたと言わんばかりの動きを彼に期待しています。で、次は世界最強センターバックことダビンソン・サンチェス。くぅ、来たぜ。まあ、この選手の能力値を見てからチンポダビンビンした人は僕だけじゃないはずです。身長187センチでちっちゃいとか言われてるけど、俺175センチで地元ではでかいって言われとったから、もう超でかいでこいつ。だから身長に関しては全く問題ないと。で、これ見てください。センターバックにしては結構パス出せるや、みたいな。で、ヘディングも上手いや、みたいな。で、スピードもあってってことはフィジカル弱いから、いいなぁ、いいなぁなんですよ、これ。フィジカルコンタクト99に関しては確かに既存のサンチェスもそうやったけど、この、まあ、ディフェンスです、ボーダーシュ、アグレッシブが全てチェス。まさにサンチェス。まあ、でも、巷では、後半ここやし、まあ、マーク持ってないからダメなんちゃうか言われてるけど、それは、持ってない奴の言いがかり。まあ、彼女が、おらん奴に限って、もう彼女ってなんでいるんとか言うやって。はははは。彼女ってなんでいる？いないなーい、ばっ！ということで来ました。稲本選手です。身長181センチで年齢24歳。お、同級生やん。もう今から貯めような。ということで、このチャイナなんですけど、チャイナ俺結構見どころあると思っとって。これ全体的にバランス良くて、なおかつ守備力に長けた能力値。まあ、これだけやったら確かに、初戦日本人やな、みたいな感じで、まあ、そのブリタニアあたりに馬鹿にされそうなんですけど、スキルを見ていただきたい。マンマークインターセプトの守備系スキル加え、スーパーサイモチ。そこです。ただの日本人じゃないですよ。アランとのハーフ。しかもプレスタイルはボックスとボックス。アランからだもん。誰しかもあれやからな、シュートもちゃんとミドルシュート、ワンダシュート持っとるけどな。セロ打てる、セロ。あらんからや、マジで。ゆえに、チャイナワンチャンガチスカあると思うよな。順一だけに。ワンチャンってね。させん。そしてセンターフォワードにはこいつだー。ドニエルしかまれん。はい、行きましたね。今回のガチャにおいて、一番ようわからんポジションやった、こいつが。その、当たりなんか外れなんかわからんというか。なんかその、ピッコロさんみたいな感じ。なんか強いにも弱いにも入らん微妙なライン。っていうん、もう、こいつさ、まあ、能力値も前回とあんまり変わってないにも関わらず、スキルでスーパーサブついとらんのよな。ここ。ここが、その、このマレンが、このマレン。よっ。今、やべえこと言おうとした。危な。すごかった。いやいや、日本に氷河が来るとかやった。危な。で、能力値はなんか改めてバーって見よったら、めちゃめちゃね、ティモイン、こいつ。あと、ウェルナーっぽいってことね。一応スキルでワンダーシュートつけられたんけど、まあ、これが吉と出るか京都出るかはもうわかりません。はい、もう、京都行きます。まず、今回このまま使って、もう敵ぶっ壊りして、まあ、シュマイケル、お兄ちゃんと一緒に脱獄させてやりたいと思います。レッツ、プリズブレイク。まあ、ダビジョン・サンチェスに関しては、もうある程度使ったことあるけん、まあ、その、思った通りのプレイをしてくれることは間違いないけど、マレンがどうかなよな。ゴールが生まれるか生まれんか、あ、やべえ、まだやっちまった、悔しい、悔しい、行くー、オーケーナイス。まあ、ザニオの調子悪いけど、まあ、これがしては問題ないと。まあ、かえがき、あー、シュマイケルめちゃくちゃノリで通った。で、あえてセンターバックの真ん中にダビジョン・サンチェスを置きました。なんだったら彼はマンマークがないから、この辺のね、敵に釣られずにこの辺を守ってくれるとすごい助かる。ちょ、言ったらよ、ほぼガチスから目使ってるのは、だから負けるわけにはいかねえんだ、プライドかかってるんだ、行くわ。ビエラボール持つ。やっぱね、いつもね、弱かな力使ってるから、こういう、な、マレンどうしたトラップ失敗するや、早速。ちょっと待ってくれ。いや、この時のサンチェスのポジショニングすごくいい。なんか若干低い位置からさ、なんかその裏抜き来ても問題ないでしょ、みたいな。あいつスピードあるからな。あー、パス。マレン、マレン、行こう、マレン、マレン。マレンって言ったのが、待てに聞こえちゃったのかな。ちょっとボール待っちゃいましたね。ああいうのよくない。マレン、そういうとこ流してこう。プティ一回下げて、フォアナが立てパス。一回、ベッカム低い位置の、ビエラが待っちゃったな。みんなマレになっちゃってるの、これ。ビエラ、いかもらって。オッケー！ここは、なんで？ホーランドのなんかその、ボール出し係になっちゃったの？危ない！あ！ここでボールにずっと力しまいけど、なかなかいいですね。キャンベル、ちょ、危ない！鬼畜パスやめて。サンチェス、いいね。あ、なんか、ショートパスまで若干長いな。え、こういう時に、カットしちゃ、マレン頼むよ。お前は高さがある。そう！それぐらい戦えば。ね、なやそれ、ドニエル。ドニエルってなんかあったよな。睡眠薬みたいな。あ、それドリエルか。フォファナー、いかもらって。いける！これサンチェス。潰したい、サンチェス！サンチェスは最後だ！お母さんだ！ダビンソン・サンチェスの活躍の場を奪わんといてくれ、その上ファール与えといてくれ、むちゃくちゃや、こいつマジでやっとること。はじけ！カスマシュマイケル！あー！おい、シュマイケルが届かんところでボール蹴るなよ！結局身長が必要みたいな感じになるやないか！さっきのこれバスケじゃないぞ、サッカーは。マレン、ここは、一回ボールキープ。あ、でもボールキープしやすいかも。いいね、いいね、ここでモネルはでかい。で、うわ、絶対トコナンパスした。やーべえ、チャレンジャーすぎる、あまりにも。絶対今度 R して倒します。戻って、あー、これここ切ろうか。ここ切っとったら、そう、立ちどころがなくなって、あれー！ちょ、待って。お前ら、強襲しとったや。ちょ、違う。待ってくれ！ディフェンスセンス、カンストはあそこサンチェスが埋めるんじゃない？あの裏スペースのところ。抵抗できてなかったよ、もうダメサンチェス。もう出てあげるしかなかったよ、もう。やべやべやべ。キャメル。
やばい、裏来る。ここは、どれさんですが、これ、バーっていって。恐ろしい勢いで3点取られました。とんでもない目に遭っております。という状況なんですけども、諦めて戦っていきたい。それが、ウィニングリムだから。メシ、いいね。そこだ。パスはどこへ。マーレンもどこへ。敵もやっぱ、ファイブバックに対して、ちゃんとなんて、周りからボール繋いでみたいな感じでやってるけど、しかし、ここでビエラだ。そうだ、これは屈強なディフェンスがいるから、負けるわけにいかない。そっから、ゆっくりしてみよう。ロブソン、ベッカム、いいか、こっち。で、プーティーから、取ります。いいぞ、これは。マーレン、マーレンは待てしちゃってる、待てしちゃってる。うりゃ、おい、ボコボコすぎるだろっていう状況に、イナちゃん !3 点目に関しては、ぶっちゃけ俺のヒューマンエラーなんやけど、2点目に関しては、あれだってもう、青空教室って言ったあれ。みんなで手挙げてから、先生じゃないよ。これ変えるか。一回ね、サンチェスの居場所を右にしてみます。はい。ちょっとサンチェス、ちょっとオグリキャップ的なところあったかもしれん。ちょっとセンター舐めてましたわ。ちょっと若干ね、右側にずらしました。これでうまいこと言ってくれるはず。すべてのエラーを解除しました。サンチェス、ここなんだよな。お前のフィジカルの準備に活かせる場所を用意したぞ。11、ここです。稲本さすが。メシ、オフサイド多くない？なんやそれお前ら基本オフみたいな。カビゴンかセンターフォワード2人組。頑張ってくれ、ちょっと。マレン。え、トルタでかい、トルタでかい。え、ちっちゃい。アーノルド、ここ。いや、キャンベル行こうか。いや、みんな行こうか。いやシュマイクちゃんとパス回せるから。で、順一ナモト、頼みます。パスうま、え、下手あ、いや、うまいわ。素晴らしい。勝手にセレバス機能だ。で、マレンが一人抜いて、し、あ、弱い！お前、世界戦争だったらルフィか、俺は。何や、今の。ロブソン行って。うわ、守備頑張ってくれ。ディフェンスで見せばいっぱいあると思ったのに、もうめちゃくちゃやられてる。サイズ戻れ！これだ！サイズまずい！いかん！ここ終わらんな、危ない！ちょっともう何とかしてくれ。もうサンチェスとかアスパートルメが息してますね。大丈夫ですよ、これ。もうその分ね、ドニエルまで頑張るしか、なーぜこのパスがずれるのか。私にはわからない。でも待って、サンチェスどこ行ったんこの時。で、いなくなったけど、行方不明だけど。やめる。ナイス、高い位置。で、ベッカム、サイドで、ロブソン、取れます。一回出てろ。マレン、で、これ、ゴールキープ。あ、オッケーオッケー。前向きれいだな。ここから、ちょっとドリブルして。で、あ、メッシのパス、いいね。そういうマレンも非常に大事。やっと、マレンが1個見せました。ちょっと俺、勝ちたいとか思ったけども、勝ちなくしたのも、できるだけ今回取ったキャラクター活躍させようみたいな、もう変わってるもん、スタイルが完全に。ちょ、んな、まじ、食べる。まあ、できるだけキザと残そうみたいな、もうやばくない？まあ、まずは5対2、そして5対3、そして5対4から5対10。これでいこう。順一、稲本、で、ここで、はい、ベッカム。うまい！メシ、入れ替わった。いい稲本のパス、よくない？マレン、シュートが毎回真ん中シゲの五郎か、お前ロブソン、あ、ほら、ナイス、そういうことで、マレンが、マレン、どっちかに負けない、そうビジコンもあるんです、このライムレイ。何やってんの、ベッカムは。来んな、あっち行け、ベッカムすんな。ちょ、あっち、ちょ、サンチェス、位置高くない？あ、あそこ、マンマークなんとかしてくれ、アーノルド。よし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 、こう、アーノルドがカバーしとるやん、サンチェスと。これどうするこれ。なんかおかしない、なんか、すべてがなんか裏目になっとるけど、ロブソン、ここ。で、マレンが、ここで、すべて行くぞ。あえて、プーティーを、いや、お前が次当たるんかい、なんやこれ。マジ、目が、もう、これ何？ちょちょちょ、一回待って、ちょ、みんな一回待って、一回待ってな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 。マーク！なあ、ちげえ！マーク、マーク！マーク！マーク！まあ、だからお前、なんでやられ役？お前に必要なのは何？そう、マーから始まって、マーは合ってるよ。そう、それ！はい、オールグリーンです。すべての問題解決してきました。シュマイケルがちょっとなんか、弾けてないよな。そう。ドンパッチ、ブチ切れ。まあ、サンチェスの挙動がちょっとおかしいんじゃないかと。まあ、なんかその紫ピクミンみたいな感じで、まあ、自由気ままに走りすぎなのではないかっていうところあったんで、しっかりとこれまんまくつけてきましたんで、これで完全無欠サンチェスに真ん中を詰めてもらい、まあ、マレンはフィニッシュがちょっと甘いからそこで頑張るということ。はい！もう勝つ！まあ、要は、体調が悪かろうが、シュート止めてくれれば何でもええけん。そうそうそう。まだまだ、あいつのことを磨けるのは早すぎた。相手もシュマイケル、シュマイケルミラーマッチ絶対勝ちたい、これは。マウント、ロドリー。なるほど。しかしそのクリオナ、孤独ではありませんか？死んじゃうよ。ウサギさんだよ、クリオナは。はいはいはい。それで、まあ、無理やり孤独から救ったとしても、結局、ゴールは取れない。来た！ここでサンチェスとビエラがブエリアン！岩かと思った、マジでもう。土かけおる。これ一回端っこ。ポパーナー。あ、オッケー。センターバックの3人がした。マウントどうした？マウント取られてる。相手やけど心配かっちゃったわ。ジェームズ。で、ここで、取りたい。あ、ロドリ出てくると。なんだみんな。そこになんか手塚でもおるんか。みんな吸い寄せられてる。で、サンチェスが、パス。うまいね。ビエラ。で、まず一発、ドニエラ前。こいつはね、キープできるボールを。で、前向いて。人抜くこともできないこともないこともない。つまりできない。ドリブルは確かになんか思ったよりちょっと重たいっていうか、一歩がでかい。ビーラのうんこだ、ボールは。今日からな。キャンベル、コサイドで。これ流れ来てる。ジェームズ、立て。うまい。で、メッシが、マレンでお願いします。で、ここだ、ワンバー。で、そっち何をやっとんじゃん、お前。鏡か、おい。ここで、はいはいはい、オッケーオッケー。投げてます。問題なし、ここビエラ行ってるから。シュマイケルもいいよ。サンチェスよ、ここで。シュマイケル、ビエラをサンチェスで挟みました。もうあれ、もう完璧だから。マレン、で一回ボール持って。マレン、ここから、スピード。お前には速さがある。その速さを生かす。お前は最強のフォワードになれる。
ニアぶち抜けクソ。おい、ちょっとそっちのシュマイケルボール止めすぎじゃない？ありえなくない？シュマイケルとしてどうかと思うわ、マジで。ベッカム、なんか食い込んで、マリン空中戦、来た！マリン！マリンこれやったー見ろよあのマレンのスキル。ゴールポストのワンツーでシュマイケルをおびき出して無人のゴールにボールを叩き込むっていうのはこの頭脳プレイ。さすがだろ。普通のサッカーでね、こいつの一番いいとこ、それは能力って表せねえ。IQ だよ。この IQ 見てくれ。メッシー。ここら。メッシー。こっからここ。いや、押せ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 ！ベッカムでこれ、あ、いかないいかない。いかんと、ビエラで、あ、待って、マレンの場所に行く。いい。で、ここら。お前打てるじゃん、これ。どうや、ファンダイクの股間強打。キャンベル。やばい、これディフェンスに関しては、なんかキャンベル頑張ってない？なんかもしかして、え、サンチェスを見限ったキャンベルは。ちょ名前の感じ似とんやから、ちょっとそこは、うまいこと仲良くやってよ。マレン、前向こう。ゴリ押せ！ゴリ、ゴレズ、ザネル。ここでマレン、なんでこっち来た？あっち行け！ちょっと待って。では、ビエル見か。フォファーナー。待って、これはちょっとなんかサンチェスの見せ場は？やっぱその1点リードした状態だと、まあ、このまま勝ち切りたいということで、守備力を評価したい。そんな時に彼、ジョン・ウィッシュ・イラムトーで、ドニエル・マレンが、ボールキープ！これ決めるやつ強さ見たろなあ叩いちゃ無理そんなさ、やめてくれ。お前、原稿みたいなことやめてくれ。ビエラ、戻れ。これ、サンチェスが、マークついてるから、そう、マークがずれない。つまり、相手のパスコースをサイドに絞られる。そして、稲本の順位中が変わり通る。完璧なディフェンス陣を引けてるのでは。で、ビエラ、ここ。で、ジェームズ、縦上がって。で、ここ一回メッシな。で、ベッカム、マレン、一人だけなんか前向けねなんかボール持ち出して終わっちゃう動きが。ベッカム、ここ。で、ビエラ。待てよ。こういう時に、稲本純一のパス能力、便利なのでは。いや、フィジカルあるからやられない。ここぐらいパス。メシ、落とせ。いいぞなぜここへ !U は何しにペナルティエイ。で、ここでまんまくまんまく。いやー、無理か。あー、でも立ててきた。どうする？これはサンチェスの出番では。キャンベル来たぞ。キャンベル来て、サンチェスはちょ、待て、え？ちょ、おるよな。一回こっち来ようか。で、ビエラ、イナジュン、ここ来て、で、ここですね、プディ。で、メッシ立てます。うん、マレン。ワンバ偉い！ベカムここだ！マレン！あえて撃たない！しかし、おい！いや、マレン！あー、オッケー。それは問題ない、さすがに。シュマイケル偉い！これ AI がなんか良くなってない？やばい、不調の方がシュマイケルはいいんだ。そうなの、逆境の方が強いみたいな、そういう感じ。ウソップだ。順一、で、プディ、で、ここから、立てます。うん、ドレーマレン。こっち行こうか。で、メッシー、ベ、この頃一回レースやってみよう。で、ドニエル・マレンは、多分、なんていうかな、フィニッシャーやから、いや、マレン。あえてこれ使う、一回。で、落として、おりゃーやばいやばい、キャンベル。やばい、でもこの後は大丈夫。キャンベルがいたとしても、稲順だ！すげえ！急に生まれる、稲穂のごとく。サンジェス、で、ここから、うん、ビエラ、で、はい。ジェームズ、あれ、時間ないけど、ここ一回、取れます。メシ。ワンバドリマレン偉いここだ、マレンここだあるあー、ないサンチェスさあダラララダラララダミンソン、おちんぽ。